赤いリンゴに突き出寄せて黙って見ている青い空、リンゴは何も言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。あの子よい子、育ちたてのよい子。リンゴによく似たかわいい娘。どなたが言ったか嬉しいが盛り、いくしゃみも飛んで出る。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。朝の挨拶、昼の別れ。愛しいリンゴにささやけば、言葉は出さずに小首を曲げて、明日もまたねと夢見顔。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。歌いましょうかリンゴの歌を。二人で歌えばなお楽しい。みんなで歌えばなおなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えようか。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。はい、こんばんは。今夜もね、リンゴの歌を歌いました。2016年6月1日に後半、後半戦スタートね、今日からね。日本でスタート、2016年6月1日金曜日の生存確認です。今夜もね、いつものように生存確認を一貫として、こんな風に配信してます。でも早かったので、これも考えます。で、今週はね、フリー通り土日休みなんでね、明日、そして、登山してくるような明日、今度は明日、登山行こう。ね、雲取山、うん。なんか早く行ってね、本当今ね、本当ケイチ、なんかさ、YouTube ライブやってあっちに帰るんだけどね、しょうがないね。自分の生徒だけにやんないとね、うん。あそこ早くね、出して早く入れるからさ、うん。ね、奥多摩だからさ、早く行って、うん。気が入れないでした。もう鳥山なんでね、うん。なんて、飲もうか、早速今日もね。うん。飲もうか。今夜これ、そこの外国屋です。近くのお店で、外国屋で、飲もう飲もうの500の、ね。大関のもの飲もう。この500か何のかなこれ。そう、これでも、うん。500だから飲み切ってもいいかなとかね。うん。明日休んだらいいね。うん。じゃあ飲もう飲もう。そうまあ、1回分じゃちょうどいいんだ、500。まあ、飲めないと500でも多いかもしれないけどね。僕、500ぐらいだって。500だったら3個ないもんね。うん。じゃあ、大関のもろもろの500のカンパックで。で、いつものグラスに氷入れて。ちょうどいいね。でも、ちょっと飲む人はこれちょうどいいよね。1回分はね。3、5着ぐらいだよね。うん。あ、乾杯。ちょうどいい乾杯。じゃあ、つまみのところがさ、つまみ。そう、早いよ。はい、ね。クレーのレンダーがあったんで、これ切ってくる。彼のレンダーいいかな。彼のレンダー。メリカさんね。これで300。22円で税込みで。これ、
ね、そういうやつもね、全然できるからね、まあ、まあ、先ほどにはやっていた。これね、これ切ってこっちは、これちょっと切って、カレーの縁が。カレーの中で、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 カおろしハウスのおろししょうが入れてみようか。しょうハウスのおろししょうが。これは大吉で買ったのよな、これ。
しょうが入れて。おろし生姜。いいね、カレーの味が結構ついてる。うん。うわ、大変だ。甘みと歯ごたえ最高。ああ。で、コップだった。ああ。ねえ、ちょっと、そうはしてない。うん。もう、集めちゃうもんね。姉さんもちょっと入れてみよう。まあ、まあ、これやっぱ38,350円か、1,100円ちょっとだ。あれ、うちの店長は8時閉店だからさ、ちょっと早かったから。やっぱりね、そもそも人参そんな思ったより、人参そんな意外に思ったより、少しなんか安くなかったの、買わなかったの。玉ねぎ買ったら、玉ねぎ、あした、持ってくるやつは、アウトドア持ってくる、玉ねぎ持ってくる。野菜玉ねぎだけ。うん。明日はそうなんだぞ、そうだ。明日はそうだ。やかな。うん。これ、人参最後。人参は。縁側最高。縁側最高。うん。あ、歯ごたえいいよな。うん。うん。なんか甘みがあって。カレーなんだ。アメリカ産だけどこれだ。これでも、ちょっとこれであって300円取ってたね。さすがアメリカ産だよね。安いよな、これ。うん。うん。うん。今は渡るはずじゃなくても。うん。ま、この人見れば本当もうそう思うよ。一番当たり外れよくさ、回転寿司なんかでもね、サーモン当たり外れないとかって言うから、あんまあれ、僕は確かに回転、うん。マグロよりかは当たり外れないし、少ないと思うよ、サーモンは。でも僕はね、姫様が一番いいと思うやろ。回転寿司なんかでもね、まあよくは一番通常値段でさ、当たり外れで一番ないのはもう姫様だなぁと思う。まあこれは生じゃないからさ、結構あったもんってこともあってさ、本当は一番これ、回転寿司なんかでもね、マグロよくの方ではないね、回転寿司って当たり外れなもんなるね。同じ赤身でもさ、まずいのさ、そこそこ食える赤身とさ、結構辛いマグロあるもんね、マグロなんかすごい下がるようになるね。それと比べれば、姫様は全然ね、いいと思うから。カーテン舐めたくないからさ、あれ。用付けしてお札洗ったもんだからさ、ね。そんなどこ行っても当たり外れないからいいんだ、姫様って。どこの会社の人もな。サーモンまずいとこあるからね、サーモンのまずいとこはさ。まあ、姫様の方が当たり外れは少ないと思うよ、ね。まずい。今日の日本一。日本一だな、勝彦さんはな。安いな、これで。ちゃんとちょっとか。ロッキー。これ、選手は上々だもんな、ってよかったよかった。送ったらね。一応都内だな、都内の勝彦で。都内の勝彦。都内の勝彦だからさ。都内の人ね、都内の人。埼玉の山の近くの、まあ一応都内の人。まあ、天気いいと思う。あ、そうだ、10%。うわぁ、すごいよね、予報。日曜日、最初。まあ日曜日、下山かな。まず明日登れるか、もう登るぐらいだったな。登れるかどうか。登れなきゃさ、キャンプできないからね。うん。うん。うめ、だいぶじゃん。今日は縁側の写真で、縁、ね。彼の縁側。お、お、うまい。うまい。最高でも。うん。
その歯ごたえのポリポリのね、あのね、そのコリコリ感と噛み締めると生みがね、最高なんだよね、これね。うん。ね。で、そのまま見て、もうこういうのが。彼って本当、彼本当、非常に、あんま、知らないからね、彼ってね、似合いあんまないもんだもんね。昔幼い頃、よく親が煮魚作ってたな、彼の煮魚って。彼は本当取らないもんな。まあ、彼の煮魚作ってるのがめんどくさいからな。食うとこないもんな、彼はな。言ったことな。あ、姫さん。姫さんがいいな。どうかな。痛いね。以前が通るある時も。以前これ買って、以前、昨日、昨日、昨日ね、ちょっと遅いな、配信終わったんですか、前方の質問でた、これ。これね、なんだ、簡易フィルターっていうやつ、違うのなんか買ったんだ。エマージェンシーフィルターっていうやつ。すごい、これでコンパクトなのね。うん、これ、テント代わりになるっていいかなと思って。うん。でも今回もね、まだ、全然これ、試しにやってないからさ、これ。今度、世界陸上近くの、そこでさ、川辺でさ、試し場にやってみようと思う。それ、どっちにできるようだったら今度、これ持って、さっき行こうと思って。これはね、これでコンパクトだもんね。うん。これ立つのかどうかわかんないんだ。まあ、一回やってないんで。これと300円だ。まあ、400円弱で。アマゾンで買ったんだ。その後に行って。で、まあ、全身してるかって。これ、テント状になってね。まあ、一人でもテント使えるぐらいね。うん。まあ、これが使えればさ、見た目でいいかなと思って。うん。一段階して言ってさ、ね、キャンプでこれもちょっと使わなかったくらいからさ、左にとって休んで、一段階ってさ、ね、そこで、できる広場に行ってみようと思って。そんなもん。そしたらこれ、できそうだったらこれ、キャンプで持ってこうと思うから。お前じゃん、先生だったら。これでね、コンパクトなもんな。まあ、よくある、100円ショップのよくあるじゃん、これ。アルミのブランケット。あれの、こういった、こんな感じのあったね。うん。まあ、300円取ったから。気の取りに行った。紐のロープを一個で買って、ロープが立つのかなわかんない、これ。一回広げてみたいだけどね。ボールが使うのかどうかわかんないけどね。これだけ立つのかどうか。どっか木に引っ掛けるのかね、全然わかんないの、これ。多分木に引っ掛けるんだろうね、もしかして。ボールを立てると全然わかんない、立て方が。立て方はそんな全然ないんだよな、これね。わかんなくて。まだ広げてみないのか。まあ今度ね、キャンプ行く前にさ、日曜日とか最悪見るときに、ちょっと近くの公園を変わるやつみようね。うん。その後もできるようだったらさ。うん、うまい。うん。うまい。エンガー最高。エンガーで、そう、エンガーで。エンガーは。うん。うまい。うまい。早いの縁側で、楽と思って。うん。うん、うまい。じゃ、ご飯。そういう期間見たいんだけどな、ね、あれ見たら空気になっちゃうんだよね。自分の配信できないんだよね。難しいだよな、あれ見たんだよね、8時1時ね。もうちょうど毎週金曜やってんだけどさ、あれ見たらって僕もできなくなっちゃうんだよね。うん。皆さんは今、皆さん。皆さんはすぐ住んでたからね、この前。あ、すぐさまうまいね。
ま、前じゃない。うん、そうね、あの、あの、メッセージ、メッセージ送ってくれて、見れなくてごめんね、僕、メッセージは出てないんだもん。あれ、Facebook のさ、出てないからさ、うん。だから、見れなくてごめんなさいね。見れなくて。アプリいっぱい出てさ、バッテリーにだんだん持ち悪くなるんだもんね。だから明日は半数は無理だと思いますんで。登場時さ、まあできたら配信したいんだけどさ、雲取りも山頂でさ、でもちょっとね、県外だからさ、多分、楽しみにルーター開いてみて、多分県外じゃん、いいとこ。ニーモバイルを終わりますと県外なんだよね、やっぱの方がね、うん。だからさ、ローカルで録画してさ、パソコンだとローカルで来たらさ、それで、当時 YouTube でアップしてる。デジタルとか、カメラがあればいいの、もう持ってないから、こういうの。うん、一切カメラ持ってないの。普通の一眼レフじゃん、普通の固定カメラないから、僕。カメラはほとんど。ノートパソコンとかミニノートのさ、こういった内蔵カメラだけなんですよ。それでもあるんですよ。どういった写真必要な時は自分で家でさ、その内蔵カメラ写真撮って、それを何とかやって。うん。で、それちょっと一応プリンターないからさ、そうの。あれ、漫画中心だけど、これ、プリンターとかやってた。で、それでもいいからね、別に。これ、普段写真撮んねえからさ、どうしても写真するときはさ、家でさ、こうやって、自分の、パソコン内蔵カメラ写真撮ってさ、それ、ネット上のヤフーのサービスとかに置いといて、そこで漫画中心に行って、プリンターをして、そうやって、うん、それ、それだけでいいよね、うん。わざわざ感じてねえからさ。それでなんとか内蔵カメラで満足なんですか、うん、耳の音内蔵カメラで全部、うん。で、もうこれもマイクも内蔵ですよ。特別変わらない。うん。ないね。これはもう、何もしてないからね。やっぱつけるとね。うん。青みが好きな感じやん。私は言うよ。わぁ。いいよね、このコリコリ感がね。わぁ。わぁ、すまない、もう。うまい。うん、これ本当に安いよ、これ。いや、あれね、ちょっと300円超えだもんね。今日早かったから、ちょっと。7時ちょっと前に行ったから。あれ、5時半ぐらいか。6時50分ぐらいだから。7時もあればね、もっとね、さらにやったんだけど、じゃあ、まあ、それぬらっちゃうとさ、売り切れて買えない場合ばっかの人はね、やっぱ、値引きで狙うとさ。まあ、もともと新鮮市場でそう高くないからさ、組み立てみたいな。先生、本当は、日曜だとほとんどないからな、そこはね。本当先生、ちょっと前、僕が待ち合わせた頃はさ、マルショっていう店あるよね、スーパー。店って、あれだったんだ、あそこ。それが閉店しまったのが、その新鮮市場になって。マルショはさ、あんな狭いところにさ、一通り日曜だから食堂品まで置いてたからさ、ちょっと生意気なかったよ、マルショの時はね。今、あれは、新鮮市場。あの広さでさ、生鮮品を固定してから、あれだからいろいろあって。うん。あんま狭いところはさ、いろいろ置けないな、ほんとね。グルメ式もそうではないね。普通のスーパーみたいな、すごくね、あの広さだったらさ、町の駅前のグルメ式もね、あれ。スーパーにはコンビニでいいと思うんだね、あの広だったらさ。コンビニってちょっと大手のコンビニで見るより、あ、でも、そうそう。セブンもあった。あ、でも他の店長のコンビニでもいいと思うんだ。ミニトップで誰がいるのかな、あれ。
ごはんでもたまたまね、うん。スーパーにしてやっぱり、そういうような、この駅前のグルメっていうのは、ね。やっぱり中止でさ、コンビニになったらまだいいんじゃないかな。オンライン24時間だったらさ。どうしてもね、だから生鮮品って言って、ほんと魚でも肉売り場でもさ、ちょこっといかねえから、大したもんねえしな。でかくなるとな。ただし、最後の締め様、最後の締め様、締め様は最後だ。ね、締め様は最後だ。な。うん。これ、読んだね。これ読んだ。読んだね。長野か通りの長野さんだった。丸の内線でもさ、中央線の方が移動するんだよね。丸の内線ぐるっと回るからね、やっぱ、東大線がいるようになったな。というわけで、東大線の好きな紙に行って、ここで乗って、行こう。そんな感じだな。西武線だって、西武線の内になるとさ、サーチになっちゃうんだよね。その分ちょっと、なんだかなんだよな。西武沿線だったら西武線と、あれで国電で、大目線でいいんだけど、うちはさ、西武線行くのにさ、またあるからね。うん。今、それよく計算して、やっぱ国電経営のやつで、国電だったらうち結局、町だから行って、だいたい A なんで、で、階段乗って、国電で店だからさ、そうそう、西武新宿線安いんだけどさ、うちはさ、新宿線乗るために、また乗り換えだからね。西武沿線の人だったら、ね、中央線乗る必要ないよね、あれね。普通に早いまままで行って、大野線乗ればいいんだ、あれ。うん。何してるんだよね。もう結局行って。あれ、高田原の新宿まで行くのにさ、また別の線があるから、行かなきゃならないんで、まあ3車ぐらいちゃうからね。3車分に初乗りかかっちゃうからさ。安くなるんだよね。一つ前まではさ、あれでも安いじゃん。と思ったけどね、そうなんだ、ね。うん。初乗りかかっちゃうから、池袋から、歩いて池袋まで行ける、池袋、新宿、高田川とかまた歩いて行けるはずだったらね、いいんだろう。安く行けんだけどね。一応そうなっていけないからね。ね。まあ、荒川区だからさ、そこまでまたで、電車で行ったらさ、別の初乗りかかっちゃうから。だからやっぱ一応、全部行きます。長野まで。そうなんで長野まで行って、長野から国電で、うん。行こう。それがいいです。うん。ちょっと困らないね。だから、西武沿線だと来てやすくてるね、奥多摩とかもね、あっちもね。西武線すごいなって、廃線まであるもんね、あれ。うん。うん。まあ、いや、今回、小本山住んで、奥多摩から、鴨沢までだと思って、うん。楽しんだ。もう、奥多摩は一回行ってっからさ、光ちゃんってことでさ、うん。あれ、いろいろ見るとさ、あれ、高速道路登るにはさ、西武秩父からバスで行ってっていうケースもあるんだけどね。でも、西武秩父自体一回もないから、ちょっとね、うん。あと、僕も、京都的には行くかもしれないけど、まだね、一応、奥多摩一回行ってっからさ、西武秩父一度も行ったことないからさ、全然。ちょっとそれは、奥多摩は光ちゃんと道でこの辺で行ってっからさ、うん。ある程度わかるんでね。奥多摩に行こうと思います。ね。奥多摩からバス、西東京バスで、鴨沢のバス停まで行って、そこから歩いて、この東京の頂上行って、一泊して帰ってこようと思います。明日はそんな感じなんで、多分配信できませんからね。動画で録画して、それを YouTube にアップしたいと思います。子供の頃好きなんだよ、歩くのがさ。のものも、大関のものもね。あ、もう終わっちゃうな、健一さん。まあ、500ミリリットルだなっていうのだ。あ、ちょうどいいのかね。高いのもいっぱい。さあ、私はこれだ。まあ、運が、彼の運が、
まあ、まあ、贅沢に、ちょこっと、ちょこっと出て、うん、うん、うん、今はね、試しのやつの歯ごたえと甘みが増して、うん、これがいいんだね。これが演者の楽しみ。いいね。ペロリなんだ、ほんとだ。うん。もうこんだけだ。でも、姉様と彼の縁が、うん。まあ。おいしいただきました。ああ、よかった。そうじゃあ。そうね、ほんとに高そうだね。でも、そうだ。今日これはまだ終わんない。うん。お姉様と彼の願いが、姫の今日はね、寿司も買ってきたんだと思って、だってどうだ。姫の、今日は姫の握り寿司持ってきます。大丈夫。その半額でさ、398円の半額、これ以降の半額で、そうか、398円の、そのこれ以降は、そしたらこんな感じね。まあこれ、これ200円ぐらいだから、300円ぐらいだから、これで、ね。あ、こっちも、そこは平均で入れちゃうわ。これを作ってみたら、何を入れたって、これを。じゃあ、締めにこれ。大丈夫ですかね。締めの家です。うん。いや。これは話でしょうね。コンパクト？うん。うん。そうです、あれね。うまいね。これは貝です。あれから、たぶん青やりですよ、これ。うん。まあ。甘いでどうか、甘いで。ちょっとデカネタだね、これ、ほんとに。
あ、うまい。で、最後の、このね、新鮮市場、ね。かわいい。まあ、サンスッパーが逃げてんか。おいしいでよしたら、甘かった。それさえ入るんですね。また来週まで大変だぞ。頑張るぞ、来週。月曜日、そうなるからさ。さあ、月曜日はそうやと思うと、月曜日。いや、いるよ、月曜日。さあ、飲んで飲んでる好きなアウトが楽しいんだと。月曜日頑張りましょう。だから、日曜は多分配信できないから、今回はさ、今日は、この上に、この途中の登山だからさ、土曜日は多分配信ないからさ、日曜日は立って組んでいると思うけど、土曜日はさ、なんかもう最後、アウトドアでの今回もさ、あれ、電波行かないと届かないことなんで、配信ないからしたらさ、もう、多分、日曜日、まあ、いや、立って組んでついてきて、変わらなかった。ね、でそんなの明日はね、配信ないですよ。多分ないと思います。まあ、まあ、その前の、一応ね、問題があると持ってきてるさ、多分できないと思いました。ね、この感じのまま展開だから。うん。まあ、2000年だもんな。うん。できないと思うんでね。だから、ローカルで私が下へ5時、YouTube になってきますんで。熊本にま山頂で、キャンプ、ストリーキャンプファイヤーみたいな感じで、そうやってきますんで、うん。まだね。僕、俺ほど好きなんだよ、こういうの歩くの。僕のファンと、僕、全然好きだった僕とはね、そういう女性と一緒になりたいね。ほんとに、やるんだったら。ああ、そう。家でも長く寝てみると、あんまり家でじっとしてダメなんだよ、ほんと。お金なくて、ね、お金使わなくてるさ、ほんと。もう歩くだけでもさ。ね、人によったらさ、金も使わずになぜ歩き回ってるって言うと、僕もそれが好きなんだよ、しょうがないね。そういう僕と気にする人が、気にする女性、待ってます。あのまず家でじっとしてんのはダメなんで、お日休みの人がさ。うん。山とかに行ってさ、ハイキングが好きなんだから、そもそも、そういう人間、何が楽しいって言われたら、どうしようもないけど、食べが好きなんだ、サンドウィンが。うん。好きな人間が楽しみたいので、それだけで楽しい。ただ、そんだけでもいいんで、僕はそういう人間。で、頂上着いたらさ、一杯飲むのが、それが楽しいんだよ。うん。そんなことは、僕はそういうタイプのアウトドアマンなんだね。うん。家でじっとしてらんないよ。うん。もともと僕はワールドワークなんだよ。でも、うちはもともと親が連れ出てもらわなかっただけでさ。そう、僕はそう思う、ほんと。もともと僕はワールドワークなんだよ。あ、こんばんは。もう、最後だけど、こんばんは。あ、まんじゅうさん、どうもね。もう今日はおしまいね。もう、最後食った後、こっちだけど、こんばんは。それは多分、あとは動画見てね。うん。今日これでおしまい。今日この飲むのもの500のパック。でも、あとこんだけ。でも、皆様と、鬼側、彼の鬼側の先に、飲んで最後その、水に入れて。でも、40分でやってっからね。だから動画見てね。見たくなくてもしょうがないけどさ。うん。今日水印。そう。彼の縁側ね。縁側と、刺身と、姫様と、最後これ、水印切って、これ、コップだ。今日はこれ飲むのもんだから。もう動画後でアップしますよかったら見てね。よくない人は見なくてもいいけどね。うん。
明日です。明日休み、明日。普段ですから早めしないといけないんで。明日登山だからさ。明日のアウトドア登山なんで、多分半分目なんでね。何度見てもね、明日。多分明日配信無理です。明日県外のやつだから。明日の休み。本日有給をやってきますんで。あれ、熊本山登山明日。はい、失礼しました。ではまた、ではまたね。おやすみね。